こんにちは、マサン6494です。今回はラストクラウディアの続きですね。ワールドマップやっていきたいかなと思います。個人的に、動画パートをなんとかそういう感じで続いているんですけど、だいぶ久しぶりです。このワールドマップの新しいのをやっていくのが。ただちょっと強くなりすぎているかもしれない。サクサクいきましょう。カイルの HP が非常に高いことにお気づきになりましたでしょうか。まあ、ブリザード使う必要があったのだろうかっていうね。ありがとうございます。両脇の女の子は魔法結構覚えてますね、もうすでに。結構アークで、レアのやつで、レベル10で、極みのやつが手に入るのが結構あって、あ、これ、レアでもう、こういうやつやん、みたいな。とか発見したので、レアのをレベル10にできるぐらいの、青い、なんていうの、サファイアみたいなやつが手に入れるぐらいの、貯蔵量を増やしていってっていう感じを今やってますね。なので結構ゴールドを貯めてます。あとイベントとか結構やってますね。日々的には。まあ、なんで動画、ちょくちょくっていうか、決めたいのっていうと、動画のストックが結構多くてですね、なかなか消費しないので、まあ、その関係でやってないって感じですね。まあ、あと、このワールドマップのノーマルクリアするとハードができるようになるんですね。そのハードは、ちなみに動画で載せてないんですけど、全部、ここまではクリアしちゃいました。なので、進み具合的には、もうハードクリアしてるよっていうところですね。ガイエスト、シューケン、ザンディーノのレベル10が後期アップ、極みとか、ソーサラーエデンのレベル10がマルクアップ、極みとか持ってるので、そこを、クリア。いいね。レベル10にできる、貯蔵量まで持っていきたいかなと思ってます。多分あと1段階上げれば、それぐらいいくと思うんだ。ちなみにゼックスでしたっけ？ゼックスも一応、使ってるキャラではあるんですけど、冷たくしてあげた。カイルとゼックスと、あとさっきの二人の女と、あと、なんとか王子っていうやつ
をとりあえず強くしていこうかなと思ってます。今持ってるキャラクターで。基本的に魔法、全体魔法を持っているキャラがいると、こういった普通のステージではすごくサクサク進めるっていうのが分かったので、魔法キャラ系はすごい意識して早めに育ってますね。今後、魔法キャラが使えないステージとかあったりした時のために、なんとか王子みたいな方とかも育てておきたいといったところで育ってますね。まあ、ただ、基本的に3人キャラを重点的に強くしていってっていうのをやってます。三賢者持ってないので、その代わりに、緑色の髪の女の子を、そこのポジションとして鍛えてますね、今。回復と、あと攻撃魔法を両方備わってる感じですね。しかも MP 回復もしてくれるので、すごく便利だという感じです。と話しながらストーリー全然見てないっていうね。クリアしたのか。大体ストーリー的に、あ、違う。動画の分数的に長すぎると、アップロードまでに時間かかってしまうので、ちょっとそこを意識して、やんないとなぁと思います。20? 食物よし、結構減少してる。減少するのに倒せるっていう。ブリザード3人持ってると思うので。オーバーキルしてる。30分は長すぎるかな。20分ぐらい。を目安に今後取っていきたいかなと思います。20分だとなんか、これ手間触れると短く感じるんだよね。できることならこの火山エリア終わらしたい。で、1週間に、まあ、今日日曜日なんですけど、リスキンをしようと知らない。だいたい週に5本ぐらい上げてるので、今のペースで。まあ、なので、まあ、3本。あげればいいかな。あ、3本というか、今やってるアプリが、3つ、主にやってるので、まあ、このラストクラウディア、ラストイデア、アッシュテイルか。この3つやってるので、3本でいい。まあ、あと、まあ、他にやってたりするので、それは忘れて、だいたい1週間の、動画は撮り終えちゃうので、まあ、あとガチャやったりとか、なんか教習イベントとかは時たまに撮ったりしてるんですけど、いいねこれ、勝手に魔法使ってくれるって素晴らしい。マジカルなんとかで MD 回復するんですごい便利ですよね。しかもあと、この今下に4つある特技かなで回復もできるので素敵ですね。いいね。1回で終わるのいいね。
いや、物理攻撃もいいけど、やっぱり全体攻撃魔法があるとすごいサクサクですよね。すぐ終わるっていう。やばい、3件で死にそう。やばいやばいやばい。半身のクラックに。しかも勝手に回復してくれるのも嬉しいですよね。ありがたい。優秀な。あと、ソウルだっけ？ソウルは、まあ、大体、最初に述べた、よく使うキャラクターのソウルをゲットしてるんですけど、まあ、それが、魔法のコスト上げたりとか、あと、限界突破だっけ？で使えるので、いいですよね。だから、あそこを、ゴールドで優先的に最初に全部開けるのってすごい大事なことだとすごい思ってます。たまたま、あれ？ゴールドじゃない？クリスタルか。クリスタル、ガチャ引く前にあそこを開いていた方が効率はすごいいいと思います。最初に開けちゃったんだけど。ブリザード2回で終了っていう、まあ、多分ストーリー進めていくにつれて難しいとこ出てくると思うんだよね。今の段階では困難だとは思う。なんだろう、この青いやつがなくなりそうだな。でもちょうどよくなくなるのかな、時間的にも。クリティカル率アップとか、ブーストとか、そういうのも、どれくらいの価値というか、あるのかなっていう感じはすごいするんだけど。基本的にコアのスキルとかで魔法とか覚えられるんですけど、そこをなるべく使わないようにはしてます。まあ、理由としては、アークで覚えられるし、そこを解放するのにもクリスタルみたいなやつ結構使っちゃうので、じゃあ別に覚えさせればいいや、そこの部分を能力アップとか他の
ゲットできないアークとかで、の方を優先的に取っていってます。まあ、戦ってれば、ね、覚えられるしね、技を。終わるかな。優先的にリルベット使わなくなったよね。でもリルベット専用じゃねこれって思える SSR のアークゲットしたんだけど使ってないっていう悲しいあれ。リルベット、見た目的には可愛いけど微妙な立ち位置やなっていう感じはすごいしますね。結構キャラ的には主役というかストーリー的に出るキャラクターだから、あと同じキャラの黒いバージョン白いバージョンとかあるから、それは必要なのかみたいな、違うキャラ入れればいいやみたいな。あと、アークを覚えさせて、技を覚えさせてっていう仕様なので、後々新しいキャラ出てきたとしても、それを育て切るのにすげえ時間かかるから、別に新しいキャラいらなくねっていう感じがすごいするんですけど、どうなんでしょう。なんか、ね、別にいらないわ、みたいな。あ、マジで、ちょっと、一切が取れなかった。で、ソウルスポットで、開発しましょう。ちょっとよくクリアしたいけど、時間的に、もうちょっとで、20分の尺になってしまう。なんか、30分ぐらいだと、1日だと、アップロード、1日というか、アップロードすると、他のネットサービス使えなくなるネット環境であるんです、私。なので、なるべく夜寝てるときと、あと仕事をしてる時間、トータル合わせて、その時間でアップロード完了してほしいという感じ。に思っているので、30分だと、その時間で、アップロードしきれないっていう問題が発生してしまうので、まあそういった関連です。ポケット Wi-Fi の限界ですね。まあ多分ここで終わるかな、20分なので。ちょっと中途半端になってしまいます。この20分動画ってあんまり上げた、あれ、ちょうどなんかくっつけて上げてた動画はあったけど、だいたい10分台ぐらいの動画が今まで多かったんですけど、まあ、最近は20分、30分ぐらいの動画が増えてきましたね、アプリゲームは。なんでこそ撮りたいんだ。
ということで、まあ時間的の区切りの問題でここで一旦終わりにしたいと思います。マルボリア溶岩、こうでいいの、まあいいや。の、まあ途中ですね。で終わりにしたいと思います。次回はここから始めたいと思います。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。